はい、では、4番いよいよバネの計算問題に入っていきたいと思います。まあ、ここからが、本番というふうに考えています。まあ実際、このテストとかで出されるのはこの計算問題がほとんどですのでね。はい、ということで、前にちょっと図を描きましたので、ちょっとバネめんどくさいのでもうあの矢印にしましたけど気にしないでくださいね。はい、じゃあ、これね、必ず、バネの問題では、ね、初めにね情報が与えられているはずです。はい、今の場合自然長が20センチ、はい、10g の重りを吊るすと2センチ伸びる場面 A と、自然長が10センチで 10g の重りを吊るすと1センチ伸びる場面 B とがあります。ちょっと整理しておきましょうか。はい、場面 A の方は、自然長、20センチ20センチで、10g で、10g で2センチ伸びます。見えますか？ちょっと見えないかな、ギリギリ、ね、はい、ちょっともうちょっと伸びますね。20センチで、ちょっと下に、はい、10g で2センチ伸びる。で、ちょっと離して書きます。 B は自然長が10センチ自然長10センチ、なんだっけな、 10g で1センチ基本的に暗算できるところはどんどん暗算でやっていった方がいいと思います。はい、はい、この情報をもとに、はい、数字を、はい、まず1番、はい、ここの長さですね。はい、大事なのはバネに何グラムの力がかかるのか。はい、直列の場合は両方ともに10グラム。ちなみにあのここにも書いてあるよね、棒とかバネの、重さのことは考えて無視してもいいですよということです。じゃあもうバネの重さとか考えてくれるから十分十分です。はい、ということは、はい、A の方は 10g で2センチ伸びるわけだから、はい、2センチ伸びる、2センチ伸びる。はい、こっちは、1センチ伸びですね。はい、3センチでしたらダメだよ。はい、全長を出さないといけないので、はい、1番の計算式はこうですね。もともとの A の自然長20度10で、20度10から2センチ1センチ伸びたわけだから、はい、まあ式としては20足す10ですね。自然長足す、はい、伸び、はい、伸びた分は2足す1ということですね。はい、ということで、33センチっていうのが1番の答えですね。はい、いいですか。じゃあ2番いきましょう。はい、2番、これ意外と要注意かもしれないです。はい、全体で42センチになります。で、ここに吊るしてる重りが何グラムか、ごめんなさい、重りちょっと書いてなかったです。もうちょっと下に式書きたいのでもうちょっと短縮しますね。はい、ここら辺に重りを、何グラム、分かんない、これが何グラムか、はてなグラム、はい、これが2番ですね。これはですね、はい、バネが同じ種類だったら、自然長のね、とこの差を出せばいいんだけど、違いますので、これね、A と B は。はい、なので、ここはちょっと慎重になってですね、結果として42センチ。で、A はもともと、こういうふうに区切ってみたら、もともと自然長が20センチで、はい、で B は自然長が
10センチです。ここから。はい。で、ここハテナグラム何グラムかわからないけど、同じハテナグラムの力がかかってるわけですね。これハテナグラム、ハテナグラム、同じハテナグラムというのがかかるわけです。はい。ということは、同じ力がかかっているわけですから、ね。例えば10グラム、同じ10グラムでこっちは2センチ、同じ10グラムでこっちが1センチ。もちろん10グラムとは限りませんので、どう考えるのか。はい。とにかく何グラムかわからないんですけども、同じ力がかかっているんだから、はい、この伸びる割合は変わらないはず。例えばこれが20グラム、20グラムだったら4センチ、2センチ。例えばその半分、5グラム、5グラムだったら1センチ、0.5センチ。絶対2対1になるはずですよね。ここで比が大事になる。比なんですよ、セットね。はい、ということで、こういうふうに考えましょう。はい。あ、なるほど。ここの長さ、伸びた長さを丸2センチとすると、ここは丸1センチなんだな、ということですね。はい。ということで、はい。これですね。42センチから自然長の20センチと10センチを引いたもの、これが丸2と丸1の合計ですね。はい、丸2たす丸1、ちょっとちっちゃいから見にくいかな、大丈夫かな。丸2たす丸1っていうのは、はい、計算式としてはこんな感じですね。42センチ、全体の42センチから自然長の、伸びる前のこの20たす10を引いてるわけですね。はい、だから丸3イコール、もう青じゃない、はい、丸3イコール12ということが分かるわけですね。はい、丸3が12なんだから、はい、丸1が、はい、丸3で4、丸2が8ということも分かるわけですね。でもいいです。まあ、結果として、まあ、丸1が4、まあ、一応書いておきましょう。丸2が8、まあ、どっちでもいいですですね。はい、はい、結局あれですね、まあ、例えば下で自分すると結局、結果として14センチ伸びてるというか、まあ、伸びに注目したいわけですね。はい、例えば B に注目すると、じゃあ4センチ伸びるためには、4センチ伸びるためにはどうしたらいいですかってことですね。はい、4倍差で40、これが答えですね。はい、こっちにもこっちにも結局かかってる力は一緒だから、例えばこっちでやってみてもそうです。8センチだったら、はい、4倍で40グラムですね、ということです。先にこうね、重さが与えられてるとそんな大したことはないんですけど、長さから重さを出すときはちょっと苦労しないといけないかもしれないですね。次3番4番いきますね。はい、これは、重さが分かっているパターンなんだけど、ちょっと気をつけないといけないのが、ここに 10g の重りが挟まっているということですね。はい、ということは、はい、この上のバネにはどれだけの力がかかって、下のバネにはどれだけ、下から考えると下は簡単なんですよ。これは 30g しか実際かかってない、下にあるのは 30g なんですけれども、上は10たす30で 40g になるんだと、ここちょっと要注意ですね。はい、だって2つ支えないといけない、上の場で、はい、下の場では 30g だけで OK ですね。はい、ということで、あとは、はい、出すのは全体、3番と4番の長さなので、はい、こちらですね、40g だったら、はい、8センチになりますね。つまりこっちは8センチ伸びたってことです。8センチ伸び。はい、こっちは、はい、30グラムだったらどうか。
簡単ですね。3センチ伸びます。はい、ということで3センチ伸びますっていうふうに考えていくわけですね。ということで、こっちの答えは、全体の長さとしてはこれでいいわけですね。8センチ伸びですから、もともと何センチだっけ、20センチでしたね。はい、だから、元の長さは、全長はって聞かれてるから20足す8で28センチ。はい、こっちは、もともとが自然長10センチなので、はい、10センチ足す3で13センチ。こうなるわけですね。こうなるわけです。これはかかる力の違いさえ気をつければそんなに難しくはないんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次、最後、これは下から考えていきましょう。ここのこのバネにかかる力は、普通に 50g です。 50g。 じゃあ上はどうなのか。はい、もしこれが一本一本の直列ならば両方ともにかかっています。じゃあこれも同じようにこの 50g っていうのはここの2本全体にかかっている、つまりここに 50g の重りぶら下げているのと一緒なわけだから当然そうですね、この 50g という力を2本で支えないといけない、ただ2本でいい、ね、分けて、ね、並列の場合だから、ね、25g、25g で済むわけですね。はい、並列の場合は半分です。ということで、あとは長さのことを出していけばいいですね。はい、25g で、まずこっちが、A がこっちですね。 A は、はい、25g だったらどうなんですか。はい、2.5 倍です。はい、こっちも 2.5 倍してます。はい、5センチ伸びます。5センチ伸びます。はい、こっちは5センチ、ちょっと分かりやすいのカッコしてます。5センチ伸びます。はい、下はどうか。はい、50g で5センチ伸びます。はい、5センチの5センチメートルのですね。はい、今回は全体を出すんですね。はい、まあただ、そうですね、もともとの自然長にしたら、まあこれと同じように、分けてやってもいいかな。はい、もともと全長は20足す5で25センチ。こっちは、自然長の10センチに足す5センチで15センチということですね。はい、すいません、これ A でしたね。ごめんなさい、なんか、答え合わないと思ってちょっとびっくりした。これごめんなさい、両方とも A でした。あ、危ない危ない、 AAA でしたね。ごめん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 。ということは、50g、じゃないですね、ごめんなさいね、こっちが消えて全部 A でした。はい、こっちも 50g やらないといけないですね。 50g で、これだったら10センチですね。10センチだから、ここが10になっちゃって、ごめんなさいね。はい、そうですね。はい、で、もともとのしかもこれ元々、これ式がむちゃくちゃですね、ここはね、ごめんなさいね。全部 A で、今 B のことはなしだ。はい、20足す、はい、伸びた10センチで、はい、30センチってことですね。はい、これが、はい、合わせて55センチというのが答えですね。ということです。ごめんなさい。はい。
もし B だ、これが B だったとしたら、さっきのやり方ね。はい。残念ながら、ここ B じゃなくて A でした。ごめんなさいね。はい。